吉田太郎です。太郎チャンネルです。はい、どうもこんにちは、太郎です。すごいいい天気なんですけどね、今日ね。4月15日です、今日は。はい。誕生日です。僕の誕生日でございまーす。はい。48歳になりました。まあ、48歳の自覚ないですね。まあ、精神年齢はね、まだ、10歳ぐらいかなっていう感じなんですけど。まあでもね、誕生日が来ない人いないのでね。はい。もう48になったそうです。今日はですね、4月15日、アルフィーの坂崎さんもですね、まあ、僕と同じ誕生日ということでね、いやもう本当にね、血液型も O 型で一緒なんですけどね、誕生日も一緒で本当に、偶然だったんですけれども、坂崎さんも誕生日おめでとうございます。ね、本当だったらまあ、直接ね、こう、ライブで、お互いの誕生日を祝うという感じでね、盛り上がったライブをやってたかったところなんですけれどもね、まあ、今こういう状況なので、もうちょっと我慢しなくちゃいけないのかなってところなんですけれどもね。まあ、4月はですね、まあ、17、あさってですよね、まあ、高見沢さんの誕生日ってことで、まあ、アルフィーのコンサートとしてはですね、まあ、通常この時期本当にスペシャルな、ステージというのが、多いかなっていうところでね、本当に、まあ、ツアーがだいたい4月の頭から始まって、まあ、この15、17っていう時期っていうのはね、まだ始まって数本目だと思うんですけども、本当に、ね、盛り上がったコンサートっていうのをですね、まあ、通常はやってる時期なんですよ。ね。まあ、一日も早くね、そういうライブをまたやれることをですね、願いまして、今日はですね、まあ、そういうライブをやってただろうなという感じもありまして、盛り上がったですね、曲をやろうという感じでですね、叩いてみました。まあ、映像を見てもらったらわかると思うんですけど、髪の毛がですね、全然もう短くて、だいぶ前だろ、これっていう話なんですけど。まあまあ、そこはちょっとね、勘弁していただきまして、また4画面でですね、撮った映像を、皆さんに見ていただこうかなと思っております。恋人になりたいですね。まあ、この曲はですね、本当にシンプルになんかこう、みんなで楽しめる曲っていう、ところが僕の中でもね、すごいそういう印象が深い曲なんですよね、本当に。まあ、僕もやって楽しいです。もうね、始まってから終わるまでずっと楽しいっていう感じですかね。もう本当にね、いつもお裾で盛り上がる曲だなって、この曲がセットリストに入ってると、まあ本当ね、ワクワクするんですけれどもね。まあ今日はそんな、盛り上がった気持ちをですね、思い出しつつ、楽しい演奏をしてみたので、皆さんに見ていただこうと思います。それじゃあ、恋人になりたい。いただきます。
はい、それでは第3回吉田太郎のドラムイロハイエーイイロハイエーイはい、第3回はですねバスドラムですね。今日はねバスドラムってどうやって踏んでんだろうなっていう、まあ、あの素朴な疑問をお持ちの方もいるかなと思いまして、でまああのね、なんか実際ドラムセット前にしてこう座ってみたって、まずこの椅子の座り方とか位置とかがやっぱりあの全てがこうどうなってんだろうなって思うっていうこともあると思いますし、あとまあドラム実際叩いてんだけど、なんか正しく座れてるのか正しく足を動かせてるのかが分かんないなっていう人もいるかもしれないので、まあ僕がねやってるスタイルをちょっと紹介できればと思って、今日はバスドラムです。はいはい、そしたらバスドラムの踏み方の説明に行きたいと思います。まあこれ僕のスタイルですからね。はい、まず椅子ですね。椅子ってどこに腰掛けたらいいんだろうって感じかもしれないんですけど、あんまり深く座ってしまうとやっぱこう腰にちょっとこうね嫌な負担がかかってしまうので、まあこのここに手がこう1個入るぐらいの位置に座るのがいいかなと思いますね。だから少し前にこう座ってる感じですね。あんまり今度前すぎると落ちちゃうんで、ちょうどこの体の中にこう棒が1本あったとしたら、これが真下に来るぐらいの真ん中にこう貫いてる感じで、ここに余白が少しできるぐらいの位置に座ってるのがいいと思います。はい、でこれあんまりこう前すぎるとこう足がこうなってしまって曲がっちゃうんだよね、膝もね。だからやっぱりこの位置はこう足がちょうど膝が90度ぐらいの位置になるぐらいの感じですかね。こうあんまりこっちに来ないように、このぐらいになるような位置にペダルと、まあ、足の位置がねそうなるように、椅子をあんまり前にも後ろに行き過ぎても今度こう伸びちゃうので、ちょうどこのぐらいの位置に来るように座ると。はい、そしてペダルなんですけど、かかとをねこうよくつけたまんまにしてるのかとか、そのどこを踏んでんのかがいまいち分かんないかもしれないですけど、僕はあの4画面でやってる時は足元映ってるんですけど、まあ、僕は基本的にかかとは浮かしてます。まあ叩いてる動画見たらね分かると思いますけど、もう ほぼずっと浮かせっぱなしですね。でこれかかとつけちゃうとやっぱこう、すいません急に叩いてかかとをつけた状態で叩いてしまうと、このね向こうすねのね筋肉の疲労半端ないです。なのでこう僕もこういう叩き方するときは、このバスドラムの音色でそういう音が欲しいなと思ったときには、こうかかとをつけてこうねこういう動かし方とかするんですけど、基本的にはもうずっとかかとは浮いた状態で、で僕の場合はもうヒットしたらそのまま次のヒットまで置いたまんまですね。やってみると次一発踏んだらこの状態でもうキープしてて、次を叩くときにまた離すっていうね。なのでこれよく見てもらうと、その足首のこの力ってもちろんまあこう支えてるのは足首も使ってるんですけど、基本的には足の重さで踏むってことですね。だからここはすごい動くんですけど、この足の重さをペダルに乗せるっていうことですね。なのでかかとは上がっててよくて、こうつま先で踏み込んでるって感じですかね。だからペダルもあんまり前、まあ目の一番突き当たりまで踏むっていう感じではなく、あんまり浅すぎると踏みづらいので、まあこの大体どこのメーカーもロゴが入ってるあたりをこう前すぎず後ろすぎずのあたりに乗せると一番無駄のない動きになるかなと思いますね。僕はこのような踏み方でバスドラを踏んでます。まあ、この踏み方が一番足首とかね、この向こうすねとかね、
疲れてきちゃうとやっぱつってきちゃったりするので、そういう風にならないためにこういう踏み方をしてるとというわけでございますよ。ね、まあもう3時間ねやっぱり両足バタバタ動かすってことで、よくすごい疲れるとか足つっちゃったりしませんかとかっていうとか言われたりするんですけど、まあそんなにやっぱりこう負担をかけないように自分で工夫することによって、まあそれやってみると分かるんですけどね、やっぱりちゃんとした形ができてれば3時間でも、まあ4時間やってたらさすがに疲れるでしょうねまあ3時間ぐらいまでは最後まで叩き続けることはできるかなと思うので、まあその自分の体にやっぱ手の時もそうですけど足の時も自分の体に負担のかからない位置に座れるといいかなと思いますので、今日言ったことを参考にしてみてはいかがでしょうか。それじゃあバスドラム皆さんも踏み込んでみてください。では今日はお時間ということで、また次回お会いしましょう。